チャンネルです。クワバタのクスクス子育てママトーク、今回はですねお二人で来ていただきました。タンポポ白鳥久美子ちゃんと、そしてご主人のチェリー吉武くんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私たちこれで夫婦やってます。ありがとうございます。この2人のチャンネルとも一緒にコラボさせていただきました。ありがとうございます。いや、一回白鳥だけはね、こう一人第一子出産した後に、はい、このチャンネル遊びに来ていただいて、はい、お邪魔しました。話をね、いやー、いろいろも聞いてもらって、 そうですね、それも本当に癒され、私の時結構余裕でやってますみたいなこと言ったんですよ。そしたらすぐバレた。バレるよ。本当だ、私全然メンタル大丈夫じゃなかったって、その時に気づくっていう。貴重な会で、それで桑庭さんその後にランチも行かせてもらって、もう久しぶりだったからすっごい嬉しかったの覚えてます。そうやな、はい、なんかもうあれから何年の2じゃあ1年半ぐらい、そうですね、今その子が2歳になったんで、そうですね、そのくらいになります。本当におかげさまで動画の方も結構いいね。あ、こちらもそうなんです、ありがたい。本当にみんな桑庭さんファンですよ。そうです、たくさんの人に見ていただけてもありがたいですよ。いや、だから今回ね、このお二人、だからもう第二子が、そうなんです、男の子が生まれまして、生まれて、はい、じゃあ男、女だ、あ、女、男、あ、ちょっと上がさ、女の子、はい、女、男、男、もう可愛いか、もう女の子みたいな顔してるよね、赤ちゃんのちっちゃい子って。でも分かんないですよね、うん、その男の子って言われるとよく分かんない。確かにうちのチェリボ、あ、ちょっと見せますね。あー、チェリボ見てやってください、皆さん、うちのチェリボでございます。そうだよ、5ヶ月ですね、生まれました。ほっぺたたまらんよね。ほっぺたすもん。今思い出して、私、うん、初めてコラボさせてもらった時に、うん、桑庭さん、あんた2人目どうするんやって聞かれたの思い出して、まあ、その時に、そう確か言われたと思う。あ、その後だったかな。で、一人目じゃないですか、まだ、もうと思ったんです。でも、行くならトントンがいいねって。あ、その方がこうギュッとね、育児がギュッとなるから結構楽だねって言われて、じゃあ考えようかなと思ったのがその日でしたわ。そうだ、今思い出した。本当、はい、そっかって。今も大変だけど、兄弟いた方が絶対楽しいだろうし、確かに子供ポンポンっていった方が、ね、育児がこう、そうか、ギュッてなってる分、開かない分、こう進んでいけるんだっていうのは、その時に思ったんですよね。うちらも年齢もあったやろ。そう、それも言われそうです。そう、だからもう欲しいんだったらちゃんと考えていった方がいいよって言ってくれたんで。すごいよ、だからね、その後すぐできるっていうのもありがたいですよ。前回は、まあ、白鳥がこんなことが大変やっていう、まあ、話、まあ、2人の慣れ初めもなんか聞きたくもない慣れ初め、はい、そんなことないでしょ。2人の初キス聞きたくもないけど、聞いたのこっちでしょ。聞いたのこっちだから言ってるんでしょ。公園でやったの。そうですよ、やったのじゃないよ。話しましょうか。月明かり一つで。聞いたの。あ、いい、もういい、もういい、ね、なんかいろいろその出会いを聞いたけど、じゃあ次ね、どう、一人目と二人目、育児の違いってまずなんかある、全然違う。いや、全然違かったね。全然違うでしょ。あの、やっぱり一人目のことをやっぱちゃんと忘れてるっていうか、忘れませんでした。私、あれどうやるんだっけが結構あって、なんかやっていくうちに思い出したんですけど、やっぱりなんか性格、赤ちゃんの頃から違うんだながあって、わかる、びっくりして。だ、私一人目の時って赤ちゃんこういうもんなんだろうと思って、大変だ大変だってやってたんですけど、それに比べると割と今楽で、なんか動じないんですよ、ドーンとしてて、あんまり細かく泣かないし、そうですね、お腹すいた、おむつ替えてほしいぐらいしか泣かないんで、だそこは楽だったなと思うけど、やっぱ上のお姉ちゃんが分かるようになってきたんで、もう抱っこしないで、ベッドにずっと置いといて、赤ちゃん帰り、それが今ちょっと大変ですね。そうやな、だから私、だから1人目と2人目の時、今話聞いてと思ったのが、1人目がこういう、あ、子供ってこんなもんなんだってね、赤ちゃんの行動がちょっと分かって、2人目の時私悩んだのが、1人目が全く寝なかったの、ね、ほんで2人目めっちゃ寝てん、もう例えば夜9時に寝たら朝6時7時までずっとおっぱいも、だから私がおっぱい逆に張りまくってって感じで、逆に夜中死んでるんちゃうかと思って、ね、寝すぎで。長男は2時間おきやったから、何回もこうやって鼻のとこに
生きてるかどうか確認と、うん、あと長男はこうやって寝てたの、はい、なんか寝るとき、はい、でも次男はパーやってんの。だからテーパー病気って調べたの。もうだから グーじゃない、大丈夫みたいな、もうしみる、なんかわかる、わかる、ちょっと違うことが全部不安になって、ね、赤ちゃん寝すぎ病気も検索したり、検索するのは確かに。私はほんとちっちゃい子ですけど、ここにちょっとなんかあざがあったんですよ、うん、シミみたいな、シミでね、病気なんじゃないかと思ってめっちゃ調べました。あざ、あの本当にただのシミらしいんですけど、ちょっと全然聞いたら細かいところですね、お腹ぐらいやったらええってなんねんけど、気になっちゃうよね、いろいろね、そう、桑庭さんもあったんですね、ありましたよ、もうだからなんかその2人で大変なのはやっぱお姉ちゃんがイヤイヤ期で、また下の子がちょっと手がかかるっていう、今この状況が大変だね。そうですね、そうだね、抱っこしないで、抱っこしてっていうのが大変ですよ、上の子が抱っこして、こうなっちゃうともう帰ろ、私を抱っこしろになるんで、帰ろ帰ろ。でもさ、2人で赤抱っこしろが大変ですよねやけど、はい、多分ママの方に抱っこしてほしいんじゃないの。違うんですよ、お父さん、上の子なんですよ。そうなんや、僕がこうやってるともう下ろせっつって、ちょっと下ろして抱っこして、でももう今だからワンオペの時はこっちを、あ、娘を、あ、そう、こっちをおんぶして娘を抱っこ。なるほど、これはもうかな、そうね、そう、もう、まあ、でも今は私になってんだよね、うん、時期的に、ね、あ、いろいろあるんだ、はい、だから私じゃなきゃダメん時もあるし、なんかこう、何が嫌なのかが分かんない時があるよね。なんかただ抱っこしてるだけなのにキャーってなる時もあるし、なんかただお世話して、なんかね、声かけた、こうやってなんとかだねとか言って声かけただけなのにキャーってなる時があるんで、何がダメだったのかな、なんか分かんない時があるね。あと病気した、娘が病気した時にこうまた大変だったりとかですね、こっちも抱っこしないといけないとか、また機嫌悪くなったりとかいうのもありますね。でもなんか私今やから思うのが、下の子も上の子もどっちも泣いてるってなったら、はい、こっちほったらかして上の子だけ抱っこ。ああ、それ、私はね、うちのお母さんも言ってました。下の子は分かんないからって、分かんないし、なんか泣き疲れて寝るから、で上の子はなんかこう自分だけ抱っこされてる優越感と、なんかこう話聞いてあげる時間と、でなんか保育士さんにも相談したら、もうあの、その後、今その時じゃなくてもいいから、その後でいいから、あのお姉ちゃんと一緒の時間を作るといいって、コンビニちょっと行って、あの牛乳買いに行こうだけでもいいから、それをやるだけで違うって言われて、あ、そっかと思ってね、我慢させちゃってる分どっかでね、やんなきゃいけないなと思いつつ、なかなか時間もね取れないわね。あんまりそうなんですよ、上のもうお姉ちゃんだから我慢しろっていうのはまだ早いってことですね。2歳なんですけど、うちはそういう気持ちになるから、ちょっとじゃあお姉ちゃん待っててっていう、なんかちょっと我慢してっていう気持ちになっちゃう、そのまんままだ良くない。なんかね、私がね一回聞いた話は、例えば2歳するやん、はい、でこの子お姉ちゃんやからまだ我慢さ、なんかちょっと怒られることもあったりするけれども、はい、この子にもう一個上のお姉ちゃんがいて、これが妹やったら怒られ、同じ2歳でも怒られなくないですかとか。あ、本当だ、同じ2歳なんだけど、同じ3歳、同じ年齢でも自分がお姉ちゃんだと我慢してねって言われるし、なんでそれができないの。この子はまたさ、この下と上比べるとさ、結構お姉ちゃんの方がちょっとなんか何でもできる感じに、ね、そうですね、そうですね、でもなんか、うん、お世話したくもなるみたいで、そうだよ、それが可愛いなと思いますね。なんかこうミルクあげたいとかね、泣いてるとなでなでとか、こう気に入ったおもちゃ持ってくるとか、そういうのはなんか可愛いなと思います。だからこれから2人でいっぱい遊んだりするんだろうね。そうですよね、なんかそれは可愛いな、早く見たいなと思いますね、うん、あと母乳なん、おっぱい止めていい、おっぱいする、え、まだだと思うな、でもあんまりと嫌なんでしょ、これがおむつかな、あ、そろそろか、ミルク作ってこようか。ミルク作ってきて、ね。そしたらここでね。じゃあミルクでちょっと。じゃあパパがミルクでいい。ミルクでちょっと。ちょっと取ってきて。ミルク作って。飲みたい。眠たいんじゃん。眠たい。眠い。指チュパチュパだから。指チュパチュパ眠たいんだね。さすがだな。でもさ、
まだまだこうほんまにこの上の子と下の子が2人で公園で遊ぶようになってきたり、いや想像できない、そういう日が来るんすね。私な、その想像できないってあれやけど、うち今自分の子供、私より身長大きいのね、そんな時にスマホにさ10年前の今日とかで出てくるの、出てきますね、はい、その時にこの子がこんな風に毎日だから涙出てくるねん、いや何年前の今日でなんかパッて出てくったりするやんか、はい、あれなんか泣けるわほんま、中学生ってもう大人ですもんね、青年みたいな感じですもんね、大人っていうかもうね、同等に喋れるし、ちょっと悩み相談したら解決してくれんねんもん、うわすげえ、考えられへんよね、ちょっと想像できないですね、めちゃくちゃわかる、なんか聞いたのだと、みんな小学校5年生ぐらいから、うん、やっぱちょっと親と一緒に出かけなくなると、中学生なんて絶対出かけなくなる、その時の寂しさが半端ないから、今のうちにいっぱいこの瞬間味わっといた方がいいってすごい言われたんです。ありました、そういうなんかこう寂しい、離れていってしまった寂しいみたいなのは、うん、寂しい、離れていって寂しい、うん、よりも嬉しいですか、あー大きくなったなみたいな、なんかね、いろんな成長があってさ、ちっちゃい時ってさ、はい、まああの捕まり立ちできるようになったとか、うん、おむつ取れたとか歩けるようになったとか、いろんなそういう成長があるやん、はいはい、でなんか大きくなると、何やろうな、なんかこううるせえなっていうことも成長というか、反抗的な態度を取るんやとか、あと真顔で嘘をつくとか、ちょっと前やったら、まあ、それすごいショックやってんけど、初めて嘘つかれた時は、でもなんか「え食べてないよ、食べてない食べてない」ってほんまに食べてない顔で言う時、すごい演技がすね、そんな、うん、それな、なんかさ、ちっちゃい時で「え食べてない食べてない」って言ってるけど、食べてる顔してたのに、確かに本当に食べてない顔して、食べたのに食べてない顔できるようになるの、はあ、だからそういう嘘をつくのが上手っていうのが、初め超ショックやって、嘘をつかれたショック、なんかありますよね、親騙したのか、うん、みたいな感じもあるし、でもそれこそね、先輩ママに誰も傷つけてないよねって、お金を盗んだわけじゃないし、なんか誰も傷つけてないから、自分を守るための嘘、でもこっちは全部最終的に気づくのよ、ああ気づきます、うん、気づく、分かる、分かります、それはやっぱお母さんめっちゃ分かんねん、へえやっぱり分かんねん、私親についてた嘘とか分かってたのかな、分かってるって、分かってんだ、分かってる、確かに優しなふりしてくれてんねんって、あれお母さん、そうなんだ、おねしょした時もやっぱバレてたってことですね、当たり前やろ、湿ってんねんからまたほな、結構長かったらしい、すごい長い、だいぶ抜けなかった、中学3年ぐらいまで行ってたからな、ね、それってさ、自分で悩んだ、自分も悩んでた、うん、もう隠してたですね、隠しきれてなかった、絶対天日干ししてましたからね、自分で、うん、自分で干してた、自分で干してた、あとタオルでこう濡らしま、あの乾かしてた、全然バレてないってことがバレてたんだな、そんなことは絶対バレんのよ、でかすぎるだろ、でかすぎへん、ちょっと会話になりたって変なの、あすごくね、あれ夢なんです、でもね、だからなんかでもまたまたこれからだって、上が2歳だもん、一番大変だと思うよ、そうですよね、2人おむつでしょ、いやいやき、今もピークです、今もううちらのコラボでね、聞いてもらう、桑葉さんちの3人ともありました、イヤイヤキは、あのね、だから一番初めてのイヤイヤキ、やっぱ全部が長男なの、全部初体験は長男、そうですよね、離乳食も食べない経験も長男、はい、だから3人目は食べなくても悩まなかったの、ほんで1人目のね、うちの長男のイヤイヤキの時は本当になんかこう靴履こう、嫌だ、靴下も履かない、嫌だみたいな、なんで履かないの、靴下履かなかったら蒸れるでしょって言ったら、嫌だとか言って、もうはっかり地面にして、そういうことあるから、もう何も言うたら、まあ、ベビーカーにくくりつけて、でうわーってもう小走りで行ったりとかって何回もしててんけど、ほんで2人目からイヤイヤ期が全く気にならなくなったの、あ
なかったわけじゃなくて、あったけど、あったけど、なぜならば2人目のイヤイヤ期、2人目が2歳になるぐらいの時に3人目が生まれたのよ。はあ、そうそうそう。ほんで1人が、うちの上が5歳、まあ4、5歳、2、3歳、0歳ぐらいの時に3人連れて保育園行くってなった時に、真ん中は靴履きたくないって、イヤイヤ期。ほんなら、なんで履く、絶対履きましょうって言って、一生懸命1人目の時履かせたけど、2人目はもういいよ、裸足で行こう、そうじゃないともう時間間に合わへんから、いいよ、履きたくないの、ほんならもう行こう行こうってバーって行く。ほんならちょっとなんかこう冬やった足が冷たい、 2,3 歩歩いてバーって戻ってきて、やっぱり靴履く、ほな履こうかとか、土砂降りの日傘さしたくない、レインコート着たくない、いいよそのまま行き、びしゃびしゃなる、やっぱり傘さす、はー、やっぱちょっと経験して、そうやねして、自分がこれじゃダメなんだを分からせたんだ、めっちゃ思った、てか分からせるしかなかったって感じね。へえ、そっか、もうこうやるしかないが結局良かったっていうことか。そう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 。え、3人のイヤイヤ期は、あ、そうそう、3人見て、覚えてない、へえ、多分あったんやろうけど気にも留めてなかったかも。もうだから、あの、まあ、はいはいはいくらいで行けたんですね、久保さんもきっと。はい、うーん、いやいや、きゃあったんかな、初めて聞かれたけど、確かに3人目のいやいやってなんて覚えてないな。ないわけないから、ないわけないよね、ないわけないから、多分そっかそっかみたいな感じだったんかな。もう余裕だったんじゃないの、まあ、また来たまた来たみたいな、また言ってる場合いいぐらいの、全然すごっ、感じてないですよ。でもなんかやっぱみんな1人目の時が一番大変、2人目はちょっとなんか分かってるから、3人目で一番育児楽しんだのよく聞くんですよ。だからそうかはってことなんですかね。じゃあもう1人やな。そうなんだ、覚えてないも初めて聞いた。だから言いましょうか、記憶にないってことは、その時は楽させてもらえてんねんけど、1人目イヤイヤ期でめっちゃもう何回も泣いてんの私、何が嫌やねんってなって、向こうにも怒ったし向こうも泣いたけど、だからそう思うのが、イヤイヤ期って親孝行やねん。ちょっと待って、ちょっと、親孝行、はい、だってね、例えば今私が話した内容でイヤイヤ期大変やったって、10年後も20年後も長男のイヤイヤ期の話できます。3人目もう今すでに記憶ないね、イヤイヤ期あったかどうかもわからない。はあ、そっか。ってことはイヤイヤ期ってお母さんとお父さんに、どっちのあん時大変やったプレゼントを今与えてくれてます。いや泣ける。で、ね、今はねそれが全くプレゼント感がないの。でも10年後あん時大変やったな、でも可愛かったなって、全部が可愛いに変化になるわ、ほんまに。そうか、確かに忘れないですもんね、このイヤイヤ期の壮絶な記憶って。大変やからさ。確かに、あの、ちょっと今結婚式想像しちゃった。結婚式誰の、何の結婚式、娘の、娘の、俺らかと思った。その時にさ、あ、娘こうだったなと思うんだろうなと思って。いや、そうですね、傘持ちたいって言うんですよ、晴れの日。もう落としたらええやん。そういうことですよね、今思った。危ないからとか言っちゃうんですけど、いやいやいや、それ持ってご機嫌やったらもう出してあげたらいいよ。そうですね、いや、そういうことでいいのか。分かる、私持たしたらいいやんって言った一言でな、はい、当時はな、雨じゃないのに傘持た持つ意味が分かれへんよ。荷物になるとこ持ってた、荷物になる、あとなんか危ないんじゃないかと、こう持ってたけど、そう、危ない、そう、危ないがね、成功しちゃうから。持たせりゃいいんすね。ほんで、なんかうちね、次男の登園写真っていっぱい、だし登園の後ろ姿の写真とかいっぱい撮ってんねんけど、全部靴べら持ってる。靴べらを持って、かわいい、めっちゃ可愛くない？かわいい。ほんでさ、信号待ちの時にさ、こう足を置くっていうところ、止まれっていうの、もうそこにこうやって足を置いて、こう靴べら持って立ってる写真が、かわいい。かわいい。かわいい。かっこいいアイテムだったんでしょうね、本人からしたらね。本人のね、こうやりたい意識とか削いでるかもしれないね、うちらのね。面白いな、でもイヤイヤ期の話は。人の話は面白いけどね。そうでしょ。そうなんです、人の思い、イヤイヤ期の話めっちゃ面白い。
ますよ。帰っていやいや言ってるとまたダメダメ言っちゃうね。ね、全部じゃあさ、絶対ダメって言うといいよって全部言ってみたら。そうですね、言ってみようかな。その時どう変わるか。基準ね、それやってもう例えば血だらけになるとか、はい、死にそうなことやったらアウトやって。そうですね。私さっき言ったけど、裸足で外行ってちょっとなんか踏んだから靴履くとか、やっぱ一回やってみんなもいいかなと思う。痛いんだって分かる方がでかいですもんね、学びとして。そうそうそう、親がやんや言うよりも、うん、一回それやってみようかな。なんかね、お味噌汁にご飯入れて混ぜ混ぜしたいとかね。ああ、ね、そうですね。なんか食べないならやめてって言っちゃうんですよ、ね。ああ、食べないんだったら、いや、私さ、そうだなぁと思う。白鳥の話聞いてると、はい、もうなんか一人目の育児の箱とめっちゃ思い出してくる。本当ですか、聞きたい。ダメダメって言ってたと思って。お風呂もな、全然上がんないし、もう上がんなさいって言っても全然上がんない。嫌だ嫌だ嫌だっていうか、何かが楽しいんだよね。そうですね。へえ、懐かしい。すごい。そうか、いいな。いや、そうなんですね。そうですね、なんかそう言ってもらえると思ったところで、今貴重な時間なんだなって今思いました。いや、本当に共感できてね。ね、聞いてもらえると嬉しいね。今ね、こうやってこう2人嬉しいねとかっていうふうに喋ってますけど、あの白鳥のね、この2人のチャンネルの方ではなんか本当にもう離婚するんじゃないっていう、そういうね、ところもあったんですよ。あったあったあった、本当にあった。ぜひ見ていただきたいんですけど、ありがとうございます。これ次回はですね、ちょっとこうお二人になんかこう質問をして、ちょっとこうクイズ、2人にこうお二人クイズみたいなのをやっていただこうと思います。やってみる、やってみよう。ということで、今回もこういやいや期の話とかさせていただいて、懐かしい